つぶあん好きなもんたくさん。ランジさんのちょっと久々かも。つぶあん好きなもんたくさん。ランジさんのちょっと久々かも。ランジさんのさ、つぶ貝とかすごい好きなんですよ。いつもさ、わさびがさ、つぶつぶですごい。いろんな回転寿司の中で、くら寿司さんのわさびが一番好きかも。なんかお家でもお土産を買ってったり、いただきます。食材かな、うん、いいですね、この歯ごたえが押せる。歯ごたえつながりね。甘み、粒貝とはまた違った贅沢な歯ごたえ。刺し焼き、刺し焼きだ。おだしたこ焼きです。おだしたこ焼き。汁物としておだしも楽しめるし、揚げたたこ焼きが3つも入ってる。おだししみしみ。あ、これかけなくて。これが、だって肉厚で大粒のやつ。これ熱いからすごい甘みがしっかり感じる。おいしい。これちょっとキムチの炙りチーズみたいな。キムチとチーズ鉄板だよね。ご飯の油とほんとトロトロ。エビ天揚げたてだからさ、ボリューミーだしさ、お得感もありますよね。やばい。いくらー、すごい。これまた粒が大きい。うなぎの肝ですって珍しい。うん、肝だからちょっと苦味もあるのか、大人の苦味もある感じ。濃厚ですね。水とまたちょっと全然違った感じ。クラゼット、ほんと白ごまも全部美味しい。漬けのエビかな。気づけ。卵広げると、わーすごい。折りたたも大きすぎて。柔らか。いくらもいっぱい来ない。あー、ダメだ、もう頼めない。ふふ。注文を知らない。まもなく到着します。パキュー。まもなく到着します。すごい、めっちゃたっぷりなってる。注文を知らない。まもなく到着します。お品が。くら寿司さん、お肉系のネタもすごい美味しい。さっきの炙り明太、炙り明太チーズ。今、炙りエビグラタン、マヨたっぷり。くら寿司さんのさ、締めさが好きなんですよ。すごいこれ、ほんと肉厚だよね。ちょっと待って、茶碗蒸し、茶碗蒸しっかり。最高物。うん、めっちゃお出汁効いてる。なんかお味もしょっぱすぎなくって、ほんとお手軽な味なんだよ。なんか肉とほんとまたたっぷり。カニー。カニー。
絶対頼んじゃう。ソーセージとミルキー合う。もうすごいたっぷり。たまんまし。次ベーコンチーズ。ベーコンがね、この油焼かれすぎてないのがいい。ちょっとレアっぽい感じ。もうカリカリすぎてないベーコン好き。ミヤモカのちょっと上の面に食べないと息つけない。次アボカドのお寿司うまく食べれる人尊敬するもん。油も浮いてる感じがして、これはすごい濃厚そうですよ。お出汁のいい香りがする。あー、歯ごたえ、このお値段でさ、こんな贅沢な鴨のお出汁のうどんありですか？すごくない？どうしよう。もうおネギも焼いてある。あ、これは美味しい。おすすめ。幸せ。じゃーん、フグの唐揚げとかもあった。うまい。結構さ、くら寿司さんってこうちょっと高級っぽいなんか食材もあったりするよね。追加の分も来ました。結構身がしっかりついてる。うわー、ほんとすごい。食べられなかったんだろう。デザート。うん。寿司屋さんのプリってなんでこんなに美味しいんだろう。あ、このケーキ美味しすぎる。43皿と皮蒸し5つ、フグの唐揚げ、汁物が2つに、おうどん、ジュースが4杯いただきました。ということでクラップをしていきたいと思います。
当たった。うん、ダミアン君も好きだけど、ちょアーニャ当てたい。もう一回ぐらい当たんないか。ダミアン君ゲットしました。あ、お皿が入れ切った。お食事券もありがとうございます。バイバイ。